候補。どうしたよ、動きが鈍くなってんじゃねえか。もう限界か。どうやらそうらしい。死神としての私、ようやく宝玉の意志が私の心を理解し始めたよう、私の心を理解し始めたようだ。寝言か。やっぱり寝言にしか聞こえねえな。感じないのも無理はない。君は宝玉の能力とは何だと思っている。相反する二つのホローと死神の境界を支配するものだと。宝玉の真の能力と自らの周囲にあるものの心を取り込み、今まで黒崎一護の、朽木ルキアの、浦原喜助の周りで起きた奇跡と呼ぶべき全てがホローと死神の境界を操るものだと。浦原喜助が誤認した朽木ルキアの霊力が黒崎一護に全て渡り、彼女が死神の力を失った上、織姫が得意な力を呼び起こされたのは、彼ら自身の無力を彼らが心の底から呪った。その能力が本当ならば、平子真嗣たちが完全なバイザードとなり果てることなどなかったはずだからだ。浦原喜助の手による宝玉の能力の発動によって、平子真嗣たちは完全なるバイザードへと進化した。宝玉の能力は周囲の心を具現化するもの。しかしその対象が元来それを成し得る力を有していなければ、達成されることはない。だら、誰がまぐれだボケ。いちご。なんだよ、うるせえぞ。すんません、アイゼン隊長、お話のお邪魔してしまいました。いや、まったく宝玉とはよく名付けたものだ。ことごとく打ち崩す力だ。来たか、浦原喜助。お久しぶりっす、アイゼンさん。しばらく見ないうちに随分珍しい格好になったっすね。何事も進化の途中という。誰も醜いなんて言っちゃいないっす。融合したんすね。融合ではない、御しきれなかった。確かにそうっす。当時は実に明快な負け惜しみだ。君は宝玉を御する機会を永遠に失っているのだ。陸上航路。そういえばヤミーの戦闘記録にそんな道具が入って、今さらそんな小細工は使うまいと油断していたよ。この程度の爆動で私を縛ってどうするつもり。爆動の79、不要縛り。光を落とすのち、火種を煽る風、集いて惑うな我が指を。そんな軌道を使わせると思うか。こんなもの遅い。波動の91、千住光天大砲。アイゼンさん、あなたはどうやら本当に宝玉の力を取り込んだ。遅い。玉を従えた私の体は、かつてソウルソサエティにおいて。違いますよ、何の策もなく僕に二度も触れることなどありえなかった。自分自身の霊圧で内側から焼き尽くされる。浦原さん。まだっすよ、ただの化け物で済む話っすから。すぐに出てきますよ。なんだよあれ。10番台の軌道を取りに、私の攻撃を誘い、宝玉を従えた私でなければ戦いは終わっていた。君の作り出した宝玉は君の理解を超えている。
術が効かぬなら刀で来るか。いいだろう。何の真似だ。こんな少しは夜市さん避けてください。どうした。もう終わりじゃないだろう。早く次の手を打つがいい。私を倒すために練り上げた手段とか、君たちの努力と力の証。さあ次の手を打つがいい。浦原喜助、地方院与一、黒崎一心。いやー参ったっすね。はい、イエロー用に作った特製の鉄鋼だったんすけどね。わしのせいみたいな言い方しよって。いやあ、そんなつもりで胃を抜いとったのがそもそもの原因なんじゃ。わかったわかった、わかりましたか。私の一撃で足が無事、確かに特別なもののよう。騒ぐことはない。何が特別かなど論じることに意味はないのだ。来ますよ。わかっとる。左足以外で打撃すれば済むだけのこと。うっ、無駄なことだ。あの人ら、君も殺されておしまいだ。動く必要もないって具合っすか。なめられたもんだ。残念だったな。決定打を打ち損ねて、君たちの決定的な一撃という私に致命傷を与えられればの話だが。大丈夫っすか。じゃあから誰に物を言うとるんじゃ。の半端な防具があったからそれで防いだ。何を見てるんすか。君の答えするフリーな作戦のうちだろうと思ってみた。警戒はしないんじゃなかったんすか。警戒ではない。私は君に興味がある。買いかぶりすぎっすよ。30人おかせ。そういうことだ。同じ手が好きなようだ。春光。遊び手の姫、術繋ぎ。笑わせる。こんなものが奥の手か。アイゼンの霊圧は全く読めなくなっちまった。確かに恐ろしく強えのに、戦っても斬ってもそこに何もない。同じ場所に立ってるやつだけだろう。いい斬撃だった。どうなってやがるんだ。そろそろ私の力も理解してもらうとしよう。いや、月牙天使を言うんはどうやら限界みたいやね。君もう無理やで。浦原さん、今彼に何をしようとしていた。ちょっと力試しです。ソウルソサエティのカラクラ町へ進行する。天界結中を破壊する必要もない。エゼン隊長。ああ、どうやら妖乱の時は終わったよ。解除。君はここへ置いていく。君を喰らうのは全てが終わった。